大気船、はい、千円で全旅行園ということでやっていかせるようなチャンネルですけども、えー、これちょっと出張先のホテルからなんですけども、関東のクラブユース予選振り返りたいなというふうに思います。富士の森競技場、八王子にあるフットボール、東京フットボールセンター行ってきたんですけども、まあ、ここでね、ですね、10時から2時間おきに16時まで、なんと4試合見れるということで行ってきました。なかなかね、1試合に、1日に4試合見れるっていうことはあんまりなくて、 ですね。まあ、一日複数試合見たい。こういうメディアとか。多分、スカウトの人も何人かいたんですけども、人からすれば。まあ、コスパがいいということで、まあ、この会場を選んだ。もちろん、カードもすごい興味深かったわけですね。まあ、4試合頑張って振り返りたいなと。1試合目なんですけども、セアインターナショナル対、えー、三井塩様ですね。三井塩様は、クラブユース U13 の、14ですね。の、新人戦で1月に見て、結構、両方も調布も調布負けちゃったんですけど、両方結構いい選手いるなっていうふうに思ったところ。で、調布がもう、 東京都の予選でインテリオーリーに曲げてしまって全国の道が立たれで、18もクラブユースの予選で横浜 FC に曲げたのかな。で、全国行けなくて、残すはもう三つび、えー、ものみというような形になってしまったんですね。なで、どうしても、世界でも全国に行かないとという、まあ、要はの面倒を保つためじゃないですけど、というところで迎えた初戦で、まあ嫌な相手に当たったなという感じです、えー。神奈川県のクラブユース予選で2位になりましたね、結構昔からちょっと異質な集団ということで、 有名でした。自前のジムなんですかね。ジムでのトレーニングだったり、結局 SNS の発信、肌型ショート動画を使って、試合後のロッカールームの映像を流したりとか、インタビューとか、あすごい発信も上手くて、まあブランディングというか、ただそこのいい意味での不気味さみたいなところを出してくる感じですね。まああとは何と言ってもロングスをこの後も話すんですけど、そういうパワフルなサッカーが上のチーム。まあ、要馬としては初戦で当たりたくなかったなっていう相手だったかなと思います。 自分もね、ちょっと、まあ能力的には弱だと思うけど、これアップセットを起こせるセアインターナショナルがどこまであるかなというふうに思いながら見に行った次第ですと。で、結果ですね、弱が2対0と勝利しました。まあやっぱり関東のリーグにいるチームと都道府県リーグのチームっていうのは、まあこの後も別の試合でも話すんですけど、少し差はあるなというところは、まあまあ仕方ない部分ですね。ただまあ序盤、やっぱりこのセアインターナショナルのもうフィジカルを活かした 縦の速さ、厚みのある攻撃っていうのに、要はちょっと慣れるのに時間がかかった。まあ、どのチームもそれぐらいね、えー、立ち上がり5分、10分ぐらいは面からかなと思うんですけど、何よりもその、ほんと40メートルぐらい飛ぶロングスローがバンバン飛んでくるので、ラインをわらせることができない。でも、ライン終わったら全部ゴール前に来るので、結構ディフェンダーは精神的にもしんどい時間が続くという中でもしっかり耐え切ってですね、まあ、徐々にボールを持つ時間を増やしてゴール前に侵入していくシーンっていうのを随所に 作った中で、まあ、これ、制やとしては0-0で推移したかったなというところで、要は結構ラッキーな形で先制点を、えー、奪いますとで。15分ですね。右の方にボールが流れたところを11番の、えー、石田選手ですね。石田選手がクロス気味のボールを上げたら、そのままゴールに入ったと。まあ、ちょっとゴール前にいい形でボールを上げようと思ったら、いいね、流れで風に乗って、なのか。 まあ少しちょっとキックミスなのか、クロスを狙ったのか、わかんないんです。クロスなのか、シュートなのか、少しわからない部分はあるんですけど、サイドネットに吸い込まれて、まあ、幸運な形で、弱がセーが先制して、まあ、これで一気に肩のオが降りたっていう形ですね。1点リードで、まあ、自己的に1点は入るかもしれないけど、それと、とて同点というようなところで、やっぱりリードに立つと、精神的にも優位になるなというところで、まあ、ヨがリラックスしてゲームを進めていく中で、まあ、試合が決まったのは後半でしたね。後半の11分。 代表にも選ばれている。代表では左サイドバックなんですけど、4ではセンターフォワード10番を背負って、センターフォワード大型の左利きのフォワードの伊藤選手が、ボックス内で左からのボールを受けて1枚剥がして、ちょっと角度をつけたところから、右に、体格に、あなたシードがネットを揺らす。まあ、これは見事でしたね。これが代表だ。これが関東リーグで、えチームでエースを張る選手だっていうのを、それこそ、セアの選手に見せつけたんじゃないかなというふうに、 まあその後、セアロングスロー、セットプレイで、かなりゴール前のシーン作って言ったんですけども、4番の選手がしっかり集中力を発揮して、守りきり2-0で試合を終えたというところでした。じゃあ、選手の振り返りいきたいなというふうに思います。セアインターナショナルですけどね、まずはもう3番の宮本選手ですね。彼のロングスローはちょっと驚異的でしたね。昔、あの、高校サッカーで仙台育英に大久保選手っていうのは、 いたりだとか、あとは、青森山田から東京学芸大に行った、原山海里選手っていう、ね。まあ、この二人が結構、歴代で見た日本人のロングスローの中で、自分の中で印象的なんですけど、大久保選手は本当に20年前、25年前ぐらいなんじゃない,ないかな。そこなはいかないか20年前ぐらいか。に見て。で、まあ、原山選手は本当に10年前ぐらいですかね。あの、小川光喜が行った東稿とやった時に、まあ、山田がロングスローとセットプレイで、ラスト3分ぐらいで追いついたみたいな試合がありましたけど、その時に発揮していたロングスロー脅威的でしたね。熊谷出身の選手。ま、それに匹敵するぐらいの。 結構日本サッカー史に歴史の名を残せるぐらいのロングスローなんじゃないかなというふうに思います。ロングスロー、ライナー性でふわりとしたボール、両方をちょっと使い分けつつ、何回もほんと10回は絶対投げてると思うんですけども、すべてどの時間帯でもファーに飛ばせることができる。これも強力な武器でどんなチームでも使いたいなというふうに思った次第です。彼が戦術となり得るなというところでした。かなり強烈です。まあ映像では見たことがあったんですけど、生で見るとなおインパクトは強かったですね。はい。 30番の国近選手ですね。ゴール前での迫力がある選手で、結構身長170センチで後半ぐらいあるんじゃないかな。ボックス内で体を張って前を向くシーンだったりとか、裏に抜けて、結構楽なボール。まあ、下で来るというよりかは上で、ルーズボールが前線に送られることが多いんですけども、そこに反応してシュートに、フィニッシュに持っていくところ。でボックス内、本当ゴール前の、ゴールの近くでして体を張って、 ボールを受けてフィニッシュまで持っていくというような意欲があり、まあ、時間も作れて、非常に厄介な相手だったかなというふうに思いました。本当に非常に体つきも良くて、でも完成されてるわけではない、なんかこれからちょっと伸びそうな感じの体格もしていましたし、まあ、よりね、えー、本当リーグ戦が、カテゴリーが上のところで戦い続けたら、もっといい選手になるんじゃないかなというふうに思ったので、まあ、この後高校年代行ったときに、ちょっと注目したい選手だなというふうに思いました。はい、では、ちょっと画の方行きたいなというふうに思います。まず5番の西垣選手ですね。 はい、えー。ボランチなんですけども、まあ、彼がかなりボールを受けていた。しっかりボールを扱って、下から受けて、サイドに展開して、縦に刺していくみたいな、すごい余裕を持った。このチームのコントロールタワー完成党っていう形でしたね。 捌くところ、を持ち出すところ、で、ゲームの流れを読めて、両足で展開ができる。なんかめちゃくちゃいいように言うと、なんかシャビアロンソみたいな感じの選手だなっていうふうに思いました。サイズもすごい大きいわけではないんですけど、でも体つきはまあまあしっかりしたかな。雰囲気はすごいあってですね。要は、このボールポジションの中では彼がかなりキーマンだなっていうふうに思ったところですと。はい、あと、右サイドバックの14番。右サイドバックの14番。平川良健選手ですね。終始、このボールの持ち方とか、伺い方。 あの、相手の人形を見て入っていくところ、味方使って入っていくところ、で、剥がして進んでいくところで、クロスを入れる、相手ボックス内に入っていくところ、そこの読みみたいなのは非常に強くてセンスを感じた次第ですと。まあ、技術を発揮するときにも、めちゃくちゃ技術が高いっていうよりかは、まある程度自分の技術でいなせる範囲、えー、間合いみたいなのを分かってるみたいな感じですかね。右サイドでハマることも非常に少なかったと思いますし、非常に サッカー IQ センスの高さを感じたので、ちょっと紹介させていただきたいなというふうに思ったところですと。あと7番の鈴木健人選手ですね。まあ見るからに左サイドでかなりボールを受けてからのゴールへの仕掛け、ドリブルのところ、スルーパスを出すところ。まあ自ら行く、あの、シーンというのが多かったと思うんですけど、そのボールを隠しながらターンして、相手の危険なエリアに入っていくところっていうのは何回もありましたし、いい意味で力が抜けていて、力の入れどころも分かっている。 そんな緩急を、体の筋肉の緩急の付け方みたいなのをね、すごいプレイの時に発揮できていたいいアタッカーだなというふうに思ったとこです。よりもっとゴール前で怖さを出せたなっていうところだったんじゃないかなと思います。はい。で、今回マンオクダマッチは10番の伊藤優選手ですね。代表、左アの大型アタッカーあ。彼もね、中2の時に見て、すごいポテンシャルの高い選手だなというふうに。 思いました。サイズがあって、左利きで。で、まあ、動きもそんなに悪くない。硬さがある選手、このサイズだったら180ぐらいですかね。多いんですけども、まあ、背負ってぐるっと反転して前を向ける。ボールを扱いもしっかりしている。で、代表に行った時、左サイドバックをやっていて、左サイドバックでめちゃくちゃゲームをね、高校生相手に作れていて、それこそさっきの平川選手じゃないですけど、はまらなかったですし、今ちょっとどっちで対戦するのかなって分かんなくて。 まあ、この日も、洋和で、フォワードでやるのか、サイドワークでやるのか、とみたのは、やっぱりフォワードでやっているんですけども、まあ、やっぱり関東リーグ、こういった関東予選だったら、彼がフォワードにいる方がチームにとってプラスになるかな、というふうに思いました。まあ、それを証明した後半の11分の決勝点。まあ、決勝点ダメ押し点。まあ、実質決勝点だったと思いますけ事故で1点が入る可能性が高い展開だったので。その、時に見せた左足のフィニッシュ、1回ボックス手前で、 左からのボールを受けて、一枚ワンタッチで剥がしてからのツータッチ目でシュート。あそこのシュートに持っていくまでの最短のタッチ、最短の距離で、えー、の判断、実行する力と、まあ本当にシュートの精度ですよね。なかなか簡単ではなかったと思いますし、まああれ決められるんだってセアの選手たちは思ったんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当にこういうスペシャルな選手一人で、ちょっとカテゴリーを下の相手を壊していったというような形で、まあ文句なしのま,まお黙だまっちゃうと思い、 ま、彼がどういうふうに成長していくのか、ちょっと気になるところというか注目していきたいなというふうに思いますね。どこのポジションでいくのか。だからやっぱり、要は彼の得点力というものが全国出場において大きな鍵になってくるんじゃないでしょうか。まあ、そんなところで1試合目。 振り返りました。セアインターナショナルね、すごいこう歴史刻んだと思うので、神奈川でももっとカテゴリーをどんどん上げていって、次は関東を目指して全国を目指すフェーズだと思うので、次からもちょっと期待したいと思いますし、リーグ戦も見に行きたいなと思います。まあ、要はね、ほんと巣鴨が唯一全国の希望なので、ここも頑張ってほしいと思っております。